皆さんおはようございます。本日8月14日の聖日礼拝を始めさせていただきます。まず、唱詩、本日の唱詩は詩編の37節になります。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。今日も主に守られ、あなたによってここに集わされ、あなたをこの賛美できるひとときを感謝します。主よ、あなたを讃えます。この感謝を持ちながらご起立いただける方はご起立ください。あなたを讃えよう、ご一緒に賛美いたしましょう。ください。私たちは本当に人生という大きな旅路を歩いています。その中で本当にこの信仰を持っていく、どれだけこれが大切なことか。そして神様、あなたの御声に聞き従いながら、この人生の一歩一歩をこれからも歩み続けていくことができますように、どうか私たち一人一人を強めてください。この信仰を持ちながら、新聖歌引き続き275番信仰こそをご一緒に賛美しましょう。
それではご起立いただける方はお立ちいただき、主の祈りをご一緒に賛美しましょう。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではお座りください。司会者が一言祈祷をさせていただきます。愛する天のお父様、主の皆をあがめます。ハレルヤ、あなたをたたえます。今週一週間も私たち一人一人を守り、本当にさまざまなことがお一人お一人にありました。大変な思いをされた方もおられます。困難の中におられる方もおられます。その中にあってもあなたが私たち愛する兄弟をこのベニス教会に集い、そして集わさせていただき、そしてここであなたを礼拝できるこのひとときを持てますことを心より感謝いたします。今日もあなたに会って命が与えられ、そしてあなたに会ってここに集わされています。あなたが私たち一人一人に大きな意味を与えてくださっています。心より感謝します。8月は過去日本で原爆が落とされ、8月の6日広島原爆、8月の9日には長崎の原爆が落とされ、そして多くの日本人が原子爆弾を投下された唯一の国の国民として、戦争と核兵器のない世界の現実を願ってきています。第二次世界大戦は原子爆弾が投下され、わずか数日後の1945年8月15日に終戦を迎えました。日本ではこの時間になりますが、アメリカでは今日は14日です、明日になります。終戦記念日は亡くなった方々を追悼するだけでなく、このような愚かな行為を決して繰り返さないという決意を新たにする日でもあります。このような悲惨な過去を持ちながら、人間は未だに過去の大きな過ちを繰り返しています。世の中では多くの戦争が起こっています。
罪のない人の命が奪われています。私たち人間はなんと罪深いものなのでしょうか。何度も何度も繰り返し繰り返し罪を犯し続けています。どうか私たちの心が争いや妬みや嫉妬やそのようなものから離れ、それらに目を向けるのではなく、あなただけに心を向け、イエス様、あなたが十字架の上で血潮を流し命を捨ててくださり、私たちの罪が贖われたように、私たち一人一人も本当に命がけであなたに従うものとさせてください。どうぞ私たち一人一人を清めてください。どうぞあなたに 100% 私たちの心、そして私たち自身を委ねます。この礼拝もあなたにあって全てを導いてください。どうぞここで証しをしてくださる白鳥兄弟を強め、あなたから語られるメッセージを私たち一人一人に語ることができますように、どうぞ白鳥兄弟をお持ちください。また大塚先生の苦しみ、そして今病の中におられる方々を一人お一人の上にあなたの大きな癒しの手を置き、どうぞその痛み苦しみを早く取り除いて、あなたのために御用をさせていただけるように導いてください。今日事情があってこの場に来られなかった方々もおられます。どうぞその場にあってお一人お一人に必要な御言葉をあなたが語ってください。この礼拝最初から最後まであなたに委ねます。どうぞこの場を聖霊で満たしてください。そして聞く私たち一人一人の心を開き、あなたの御言葉が心の中に届き、そしてそれを一週間の糧としてこの場を出ることができますように、あなたがお導きください。どうぞここに集われたお一人お一人を祝し、この一週間もお守りください。あなたにすべてを委ね感謝しつつ、イエス様の御名によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。それでは白鳥兄弟の、証しをお願いいたします。おはようございます。先生は多分昨日から調子が悪くて、一日寝たら多分体調が戻り今日礼拝に来るっていう予定をしてたと思うんですね。それで朝起きて体調が優れなかったので急遽僕に連絡が来まして、そのなんかテキストメッセージが来て、それによって僕は起きたんですけども何が来たかなと思って見たら、あの先生が体調優れないということで証ししてくださいませんかということだったので、今これから証しさせていただきたいと思います。その前に先生が一日も早く体調が良くなるように皆様覚えてお祈りください。
で、僕が今日お明かしする内容は、神様がいつもそばにいて、守ってくれているんだなっていうことを明かししたいと思います。僕はクリスチャンになったのが29歳なんですね。それでこの今から話すことはもうずっと遡って、ほんとちっちゃい小学生ぐらいの時のことなんですけども、その時もちろん家庭もクリスチャンではないですし、全く僕は神様のことなんか知らなかったんですね。それで僕が住んでた場所は、埼玉県なんですけども、東京のもうすぐそばだったんですよ。電車で2個行ったらもう東京になるようなとこだったんですけども、それでも田舎だったんですよ。住宅がこうあるとこなんですけども、ちょっと歩いていくともう畑とか田んぼがあるようなそういう環境で育ちました。ですけど、仏教だったかっていうとそうでもなくて、近所の周りで一人ぐらいはたまに遊んでる時に通るとお経を唱えてたりとかいう、そういう環境だったんですよ。ですが、お正月になれば初詣に行ったり、神社のお祭りに行ったりとか、そういう仏教に関することも自然としてたというか、馴染みがあったというか、日本普通はそういう感じだと思うんですね。それでクリスチャンのことは全く知らないちっちゃい頃でした。それで僕多分小学生の1年生か2年生ぐらいだったんですけども、近所でいた子供が僕らの年齢が集まってたんですけども、僕と同い年が3人ぐらいいて、ちょっと上のお兄ちゃんみたいな人が2、3人で、下に3人ぐらいとか、あと女の子がいたりとか、そういう一つのグループができてたんですよ。そこで遊んでたんですけども、ある多分日曜日だったと思うんですけども、その近所の僕らの親よりはちょっと上の、僕から言ったらおばあちゃんぐらいの年齢のある人が、日曜日3時ぐらいにやっぱおやつの時間あって、その時に子供を呼び集めてうちに来させてくんないかみたいなのがあったんですね。でも僕本当記憶があんまり良くないので覚えてないですけど、なんとなくしか覚えてないんですけども、その近所のおばあさんのとこに子供同士で遊びに行ってお菓子食べれるっていう、そういうのが多分3回ぐらいあったんですよ。それで何が話されたかっていうと、そのおばあさんは今思うとクリスチャンだったんですね。それで子供たちに多分イエス様のことを伝えたいっていうことで、多分こう絵本みたいな、クリスチャンの本みたいなのを見せててくれたんじゃないかなみたいな記憶がちょっと残ってるんですよ。それでその時はもう全く神様のこととかもわからないですし、そのことがずっと覚えてなかったんですけども、今振り返るとその時にそのおばあさんが子供たちにやっぱ神様のことをちっちゃい時から教えたいってことで、だけどやっぱ他の周りの大人はクリスチャンでも何でもないですし、クリスチャンのことも多分知らないですし、かといって宗教があるわけではないけど、やっぱ大々的にこう証ししたり勧誘とかできなかったと思うんですね。だから多分そのおばあさんはこのちっちゃい子供にそういう話をしたいっていうのであったと思うんですよ。それで僕はその小学校の頃とかはめちゃめちゃちっちゃかったんですよ。それで学校に行っていつも朝礼とかで習う時は一番前でめちゃちっちゃかったんで、やっぱ小学校の頃とかもいじめとかがあって、ちっちゃい子ってやっぱいじめられる対象になるじゃないですか。それで普通だったら大きい子はちっちゃい子をこう引き連れて意地悪したりとかやられると思うんですけども、僕はその時にずっとそういう目に遭わなかったんですよ。でかといってちょっと大きい子が逆にいじめられてたりとかあって、小学校もそうですし、中学校に行ってもまだやっぱちっちゃくて、朝礼でもやっぱ1番前か2番目っていう感じで、
その中学校は、まあ、私立に行ってちょっと地元から離れたんですけども、そうするとやっぱいろんなとこから来てるから、いろんなやっぱ変なやついるんですよね。それでやっぱいじめられるやつとかもいて、見てたけど、そういう時もちっちゃいやつがいじめられてるかっていうとそうじゃなくて、で僕はなんかいつもこう大丈夫な状態でいたんですよ。そういうのを振り返った時に、やっぱなんか神様が僕をすごいいつも守ってくれてたんじゃないかなっていうのを感じてて、まあ喧嘩とかはしたんですけども、いつも一人、みんなで一人をいじめられるような対象になりやすかったような、すごいちっちゃいやつだったんですけど、それが何か分かんないけど守られてるっていう感じがあって、ああやっぱ神様がいるのかなっていうのが少し感じる時もあったんですね。それで今振り返ると、何か悪いことがあった時とかに、僕はなんか神様なんか助けてくださいみたいな感じで祈ってるみたいなことがあったなっていうのがなんとなく覚えてる時があるんですよ。それがやっぱりそのちっちゃい時に、そのおばあちゃんがあの本を通して僕ら近所のちっちゃい子に一人一人にこう神様のことを教えて、本当それが本当にちっちゃな種まきみたいな感じだったと思うんですね。それが今やっぱ聖書とか読んでいくと分かってきたんですけども、その本当にちっちゃかった時の全く関係ない一人の人がこう蒔いた種がやっぱ心に残ってて、それを通して無意識のうちに神様を信じてて、いつも何かあってもなんか大丈夫で、僕は結構ずっとなんか遊んでて、いつも笑ってる感じでにこやかに過ごす感じのちっちゃい頃だったんですよ。だからそれを本当振り返った時は、あやっぱ神様が僕が成長していく間にずっと守っててくれたんじゃないかなっていうのをすごい感じたんですね。それで大きくなって、まあ、こっちで洗礼を受ける時にまで導くのにやっぱいろんな道があったんですけども、やっぱその種っていうのが不思議なもんで、なんかこんなちっちゃいやつが土の中埋まってて、もうみんな忘れた頃にこう出てくるじゃないですか。それでもうただ木だけかなと思ったらいつしか実ができたりとか、木によって時間がバラバラじゃないですか。だから僕の場合もその小学校 1,2 年生だから8歳とか9歳とかそんな時だったと思うんですけど、それから考えたら僕が洗礼を受けた29歳なんですけども、20年経って実ができたっていうかなったと思うので、本当神様は本当いろんなとこでいろんなきっかけでそういうふうに人を救ってくれるっていうのをすごい感じまして、これをやはり自分がクリスチャンになったので、周りの人に接する、日常で接する人、職場で接する人、一人一人に、僕だけじゃないですけど皆様もいろんなとこで接する人にこう種をまくっていうのをやってもらいたいなと思ったんですね。そうするといつまいたか分かんないような種も必ず一回ここに植えちゃえば、あとは神様が育ててくれるので、どんだけ時間が経ってようが、あもう無理かなって思ってるような、もう芽が出ないかな、もう枯れちゃう、枯れ、その種のまま枯れちゃったかなとか思ってても、必ず神様の時期に実を実らせてくれると思いますので、皆さんもそのように種をまいていただいて、必ず実がなることを信じ、そして生活する中でやっぱいい時もあるし悪い時もあって、急に病気になっちゃったりとか事故に遭ったりとかで、周りを見たら全然神様信じてないのにすごい幸せそうにすごいいい家に住んでたりとか、いい車乗ってたりとか、そういうのを見て、なんで
信じてないのにそうなのって思うこともあると思うんですけども、その時でもいつも神様がそばにいて私たちの道を作ってくれて、今の時点でこうマイナスに見えてることも必ずプラスにしてくれると思いますので、皆様が持ってるその神様の種をどんどん撒いて、それで大きな実を実らせてほしいなっていうのをすごい感じてます。僕がちっちゃい時にそのように撒いてもらったおかげで今こう守られてあるような気がしますので、皆さんも毎日の生活で大変なことがあっても神様はいつも守ってくれるということを信じて、これから一人一人がこう種をまいていくようになってくれたなっていうふうに思います。じゃあ証はこんな感じですね。ありがとうございました。ナトリ兄弟、本当にありがとうございました。食べるにしても何をするにしても、イエス様のご栄光を表すためにしなさいと神様おっしゃっていますので、本当に心がけて私たちも日々歩んでいけたいと思います。それでは、ご一緒に賛美歌の383番、十字の旗掲げてをご一緒に賛美いたしましょう。では、献金の時を、持ちます。アッシャーの方、ご奉仕をお願いいたします。捧げたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。
暑く苦しい日が続くこの COVID とかいろんな病気のことで本当に大変な時期にこうやって教会に集まり礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。教会の皆さんの中でご病気の方や怪我の方がいらっしゃいます。すべて主が治してくださり元気な姿でまた教会で会うことができますようお願いいたします。私たちにくださった恵みの中から一部を神様に捧げます。神様の国のために使われますようお願いいたします。今日の証を通して私一人一人が神様の福音の種をまくものになることができますよう私たちを用いてください。すべてを感謝しながら主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げました。アーメン。それではご起立いただき唱詠賛美歌541番を賛美いたしましょう。